ツインは、鈴木が販売していた、軽自動車である。乗車定員は二人で、2735mm の、短い全長と丸みのある外観が特徴で、既存のフルキャブオーバー型軽トラックと同等化それ、以下の数値を持った、ショートホイールベースのため、最小回転半径は、フルキャブオーバー型軽トラックとほぼ同等の 3.6m となる。また、 ハイブリッド車で 34kmL、ガソリン車でも 26kmL と低燃費である。当初、ガソリンエンジン車のほか、市販の軽自動車で初となるハイブリッド車があった。しかし、ハイブリッド車の方は、パワーステアリングや空調などの装備を省いた、ハイブリッド A でも129万円、これらの装備が備わる、ハイブリッド B は139万円と、車体の大きさや、 性能の割に高価となったために売れず、その後受注生産に変更し2005年2月に廃止された。ガソリン車の方はガソリン A で49万円、ガソリン B で84万円という低価格を実現するも、こちらも販売不振で同年8月末をもって生産終了、そして同年12月末をもって販売終了となった。最大出力3 2ットの三 人 DOHC エンジンのほか、ハイブリッド車はエンジンとトランスミッションの間に最大出力 5kW のモーターを搭載してエンジンをアシストする。ハイブリッドの蓄電池は他社の一般的なハイブリッド車と異なり、二輪用メンテナンスフリーバッテリーを HV 向けに改良したものが使用されている。この 12V バッテリーを8個直列したバッテリーブロックを2つ。 直列することで 192V としている。駆動方式は前輪駆動のみで 4WD の設定はない。ボディタイプは2ボックス2ドアの2シータークーペで、後部は荷物の出し入れができるようにするため、ガラスハッチが開くのみという構造から、後部はリアバンパーと共に非常に厚いメンバーを設けることが可能となり、思いのほか後部は頑丈である。スピードメーターは、 センターメーターを採用している。英語で、双子の意。二つの動力と二つの座席に由来する。ツインのカタログ。リクルート。2019年12月30日閲覧。超小型モビリティの先駆け。鈴木ツインは今だったら売れていたのか。偉大な生産終了者。ベストカー。 https://bestcarweb.jp:/feature/column/2170702020 年12月10日閲覧。ツイン。トヨタ自動車株式会社。2019年12月30日閲覧。経済的、実用的な2シーター系乗用車。ツイン発売 鈴木ニュースリリース2003年1月22日にシーター系乗用車ツインに新機種を設定し発売鈴木ニュースリリース2003年6月3日にシーター系乗用車ツインを一部改良し発売鈴木ニュースリリース2004年1月9日ツインのリコールについて鈴木株式会社リコール情報2010年3月17日ありがとうございます